皆さんこんにちは。家族のためにいつも美味しいお料理を作ってくれてありがとうございます。おっさチャンネル、本日のお料理はエビチリです。包み込むように全体から均等に熱が入りますから、エビのプリプリ感が違うんですよね。これはもうね、ぜひ作って食べて実感してほしいですし、家族のみんなが喜ぶこと間違いなしですから、今から一緒に作っていきましょう。それじゃあ行きましょう。まずはエビをしっかり下処理しておきます。下処理はね、殻を剥いて背ワタを取ってお酒でちゃちゃっと洗っておきます。下処理をするとしないとでね、エビの綺麗さ全然違ってきますから、ここめっちゃ大事です。そしたら香味野菜を切っていきましょう。ニンニクも生姜も長ネギも全部みじん切りです。さ、中華料理をね、切ってしまえばこっちのもんです。今日はこれゆったりと26センチの大フライパン使っていきますね。まだお鍋冷たいところにごま油、香味野菜から香りを出していきましょう。材料入ったら中火で火をつけていきます。今回ね、香りが分かりやすいように蓋するのはやめましょう。その間にまずこれ調味料を合わせておきましょう。これ全部合わせるとね、エビチリの美味しいお味が出来上がりますよ。特に変わった材料も入ってませんので、自分で合わせちゃいましょう。そしてもう一つ、このエビに片栗粉を振りまして、これで絡めといてあげますと、より一層エビがプリプリに仕上がりますよ。この一手間はかなり大事です。さ、香味野菜からいい香りが出てきました。これ本当にね、焦げないお鍋ですから、こうやって触っておかなくても、広げておくだけで熱は均等に入ってますからね。じゃあ香りが出てきたら、豆板醤を小さじ山盛り1杯。豆板醤ね、瓶の口が小さいので小さじで測る方がね、いいと思います。それじゃあね、香味野菜に豆板醤が絡まったら、本日の主役エビちゃん投入です。もうね、火加減はずっと中火のまんまですよ。このエビが入ったら、さっき合わせた調味料、これ片栗粉が下に溜まってますのでね、気をつけてください。これをお鍋の中にじゅわー、全部入ったら蓋をしましょう。もう蒸気上がったら完成です。蓋をすることによって蒸し焼きになって蒸気が飛ばないので、エビの水分がね、しっかり閉じ込められて、めちゃくちゃ柔らかくなるんですよ。さてさて、それじゃあね、蒸気上がってまいりました。うおよし、もうこれでね、美味しいエビチリの完成でございます。混ぜずにほっとくだけでね、鍋底くっついてるとかありえませんから、ほんといいですよ。さあ、今日も美味しそうにできました。見てください、めちゃくちゃ美味しそうですよね。それじゃあ早速いただきます。すごいな、こんな柔らかいエビね、初めて食べました。やっぱりね、お店で食べるよりお家で作るですね。で、これね、お家で作るときは、今日のなんか特にエビが大きかったので、ソースをたっぷり絡めてね、食べてほしいと思います。で、エビがちょっとね、下処理が邪魔くさかったりとか、お値段高いわっていう方は、そっくりそのまま鶏胸肉とかでやってもらってもね、めちゃくちゃ美味しいですから、今日のタレだけぜひ覚えておいてください。味もしっかりしてるからね、ご飯も進みますよ。あ、そうだ、ちっちゃいお子さんなんかがいるお家は、ちょっとこのね、豆板醤小さじ山盛り1っていうのが少し辛いかもしれませんので、その豆板醤減らしてね、辛さ加減調節していただいたら、家族みんなで美味しく食べていただけると思います。逆にこんな辛さじゃ物足りないっていう方は、ここに唐辛子放り込んだりとかラー油かけたりしてもね、絶対美味しいと思いますから、お家でお好みの味でぜひお召し上がりいただきたいと思います。それじゃあ今日も動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。最後までお付き合いありがとうございました。動画を気に入ってくださったら、チャンネル登録ボタンやいいねボタンで応援してくださると、とっても励みになります。これからも頑張りますので、よろしくお願いします。